こんなもうろくじじい雇ったの、一体誰だよ。いくら死者だからって、何も老いぼれを養ってやることはないだろうに。こんな無能じじいの代わりはいくらでもいる。どうやら山崎は、他人に言っていいことと悪いことの区別もつかないような人間みたいだ。俺は奴からのとんでもない暴言の数々を受けて、即座にこの会社からのリタイアを決意するに至った。あなたのような人間のもとでは働けない。今日限りでこの会社を辞めさせていただきます。そうそう、それがいいよ。ここはお前みたいなじじいがいていいところじゃないんだから。さっさと荷物まとめて出て行きな。俺は山崎に言われた通り、デスク周りの荷物をまとめた後、足早にオフィスから出て行った。俺の名前は徳川秀樹。今年72歳になるじいさんだ。俺は子供の頃から手先が器用だった。折り紙の鶴なんかも幼稚園の頃にはもうマスターしていたくらいである。うちの家庭はあまり裕福ではなかったので、おもちゃを買ってもらう機会は他の子供たちよりも少なかったように思う。その代わり、俺は自分で工夫していろんなおもちゃを作っては遊んでいた。そんな経験が将来役に立つことになるなんて、あの時は考えもしなかったが。俺は中学卒業後、亀島玩具というおもちゃ会社で働き始めた。亀島玩具は、その社名の通り、主におもちゃの製造、販売を行っていた会社である。残念ながら、亀島玩具は今はもう存在しないが、俺はそこで50年くらい働いたのである。50年の間に、俺は数えきれないほどのおもちゃを企画していった。そこそこヒットしたものもあれば、もちろん日の目を見ることなく消えていったもの、そしてそもそも商品化すらできなかったものまで様々だ。亀島玩具が会社を畳むと同時に、俺は仕事から完全にリタイアすることに。しかし、それから数年後、ある男から声をかけてもらったのである。それは、棚橋トイズの社長、棚橋さんだ。棚橋トイズといえば、日本で有数の玩具量販店である。全国にチェーン展開していることからもわかるように、企業としての規模はかなり大きい。実は俺と棚橋さんは、俺が亀島玩具で働いていた頃からの仲だったのである。棚橋さんは俺に自分の会社で働くよう勧めてくれた。人間、声をかけてもらえるうちが花である。そう考えた俺は、棚橋トイズの名古屋支社で再び働くことを決めた。なぜ支社なのかといえば、さすがに大企業の本社にこんなじいさんがうろうろしているのはいかがなものかと思ったから、俺自身が希望したのである。あくまでも本社ではこれからの若い人材に頑張ってもらいたい。そんな老婆心もあったのだ。そういうわけで俺は今日も棚橋トイズの名古屋支社に出勤していた。俺が所属しているのは企画開発部。俺は今新商品のトイカメラの開発を行っている。いくつになっても働くということは楽しいものだ。職場のみんなはかなり年上である俺に変な気を使うこともなく気軽に接してくれている。仕事終わりにみんなで飲みに行くこともしばしば。なんともありがたい限りだ。俺は幸いなことに、今までの人生において、職場の人間関係に悩まされた経験は皆無である。昔から、周りの人間に恵まれているのだ。
だからこそ周りへの感謝を常に忘れないように心がけている。傲慢になったが最後、人間というものはあらぬ方向へ転落してしまう危険性があるものだ。そんな職場で最もお世話になっているのが直属の上司である中島企画開発部長だ。中島さんはいつも俺だけではなくみんなのことを気にかけてくれている。そして何か普段と違うことがあるとすぐに話を聞きに来てくれるのだ。理想の上司というものを絵に描いたらきっと中島さんになるのだろう。冗談ではなく本気でそう思う。俺も長いこと生きているが、彼ほどの好人物に出会ったことは今までなかった。そんな中島さんがトップにいてくれるからこそ、うちの企画開発の成績は支社の中でもトップを維持し続けられているのだろう。働きやすさというものは、特に今の時代は最も重要視されるものだ。中島さんのような人間がいてくれるだけで、俺たちはのびのびと仕事することができる。しかし、ある日中島さんに辞令が下ることになった。本社への異動命令である。これだけの優秀な人材などで当然の人事だ。俺をはじめとする企画開発部のみんなは、一抹の寂しさを抱えつつも、温かい心で中島さんを見送った。それから数日後、名古屋支社に新しく企画開発部の部長になる人間がやってきたのである。その男は山崎と名乗り、俺たちに対してこう自己紹介した。俺は本社から来た人間だ。つまりエリート中のエリートってわけ。お前らみたいな支社の甘ったれた連中を徹底的に鍛えてやるから。ま、せいぜい覚悟しておくことだな。このとんでもない自己紹介に、俺たちはどうしていいのかわからず、ただただ顔を見合わせるばかり。どうやらこの山崎という男は、前任の中島さんとは180度違うタイプらしい。これは偉いことになるかもしれない。俺のそんな予感は、残念ながらズバリ的中することになる。山崎は俺を最初のターゲットに定めたらしい。奴は俺のデスクのそばまでやってきて、こんなことを言い放った。おいおい、こんな猛獄じじい雇ったの一体誰だよ。いくら死者だからって何も老いぼれを養ってやることはないだろうに。こんな無能じじいの代わりはいくらでもいる。その言葉に職場の全員がドン引きしたことは言うまでもない。どうやら山崎は他人に言っていいことと悪いことの区別もつかないような人間みたいだ。この男は他人に心があることを、そしてそれをむやみやたらに傷つけたりしては決してならないということを知らないらしい。そして俺はこの時あることを確信した。それは山崎は本社から事実上左遷されてこの名古屋支社に飛ばされたということである。おそらくこんなろくでもない男には本社でも扱いに困っていたのだろう。それは奴の言動を目の当たりにした人間ならば想像にたやすい。しかし死者に飛ばしたからといって何の解決にもならないことは明らかである。一番大事なのは山崎自身が反省することに他ならない。だが残念ながらこの男の辞書には反省のハの字も載っていないらしい。こんな何の役にも立たない人間を置いておくのは会社にとって不利益にしかならないだろう。そもそもなぜこんな男が大企業である棚橋トイズに入社できたのだろうか。どうせ当時よっぽど人手不足だったか何かだろう。そうでなければこんな社会人として
それ以前に人間としておかしい奴を社員の一人として迎え入れてやる意味がわからない。俺ももう70年以上生きてきたから、いろいろなとんでもない人間に出会ってきたが、その中でも山崎は3本の指に入るくらいのヤバさである。その後も山崎は俺に対してひどい暴言をまるでマシンガンのように浴びせ続けてきた。例えば俺の身なりを見て、たっく、みすぼらしい格好しやがって、そんな服装じゃ不老者と間違われるぞ、などと言い放つ。確かに俺は高価なブランド物の服に身を包んではいないが、だからといって TPO をわきまえていないファッションでは決してない。少なくとも他人に不快感を与えるようなものではないことは明らかである。山崎がハイブランドのスーツや高級な腕時計をしていることから察すると、おそらくこいつは高級品以外は認めない主義の人間らしい。人間の価値というものは、身につけているもので決まるようなものではない。まして、こういう職場へとんでもなく高額な服装でやってくることは、はっきり言って場違いである。そう、TPO をわきまえていないのは、むしろ山崎の方なのだ。弱い人間ほど着飾って自分自身を武装したようなつもりになるのだろう。なんとも哀れだ。しかし、だからといって同情の余地はない。自分が高価な品々を身につけているからといって、他人をむやみやたらに傷つけていいなんてことはありえないからだ。それは社会人としてという以前に、一人の人間として最低限の道徳である。そんなことも分かっていないようではどうしようもない。本当にこの山崎という男はしょうもない奴だ。こんな男と一緒に働くなんて、俺は思わず考え込んでしまった。頭の中で今後山崎の下で働く自分を想像してみる。なんとも嫌なシミュレーションだ。このままこの職場にいたら、どうせこいつは俺にひどい言葉を浴びせ続けてくるに決まっている。それは精神衛生上から考えてもよろしくない。俺はこの山崎という男の下で働いていくことは極めて困難であると思った。こういう決断は早いに越したことはない。俺は奴からのとんでもない暴言の数々を受けて、即座にこの会社からのリタイアを決意するに至った。俺は山崎に、あなたのような人間の下では働けない。今日限りでこの会社を辞めさせてもらいます、と告げる。山崎はふっと笑みを浮かべ、そうそう、それがいいよ。ここはお前みたいなじじいがいていいところじゃないんだから。さっさと荷物まとめて出て行きな、と言い放った。周りの同僚たちは必死に止めてくれたが、俺の決意は山崎の言葉を受けてさらに強固になっている。企画開発部の仲間たちには申し訳ないが、俺にはこの男と仕事するなんて芸とてもできる気がしない。俺は山崎に言われた通り、デスク周りの荷物をまとめた後、足早にオフィスから出て行った。その後、俺はすぐさまにっこり玩具へと転職。俺が棚橋トイズを辞めたと知ったにっこり玩具の社長、ニコ川さんから声をかけてもらったのである。棚橋さんと同様、ニコ川さんとも俺は古くからの知り合いなのだ。やはり、人付き合いというものは大切にするに越したことはない。俺は身をもってそう実感した。にっこり玩具は棚橋トイズ同様、玩具量販店としてチェーン展開している会社である。棚橋トイズが業界1位の売り上げを誇っているのに対し、にっこり玩具は現在2位。
両者はいわばライバル的な関係だ。そして、俺が新しい職場で働き始めて数日経過した頃、俺の元にある男が突然やってきた。それは山崎である。山崎は顔面蒼白で俺をこう問い詰めてきた。おい、今朝のネットニュース見たぞ。うちの会社で開発を進めていたトイカメラをニッコリ玩具が販売するそうじゃないか。どういうことだ、説明しろ。俺は平然とした態度で、それがどうしたんですかと答える。そして俺は、あのトイカメラは私が企画から開発まで行ってきた商品ですから当然でしょう。もう私は棚橋トイズの社員ではないのですから、と続けた。山崎は、ふざけるな。うちの発売前の商品を横取りしやがって、と俺の襟元につかみかかる。殴らんばかりの勢いだ。それを止めたのは、棚橋トイズの社長、棚橋さんだった。棚橋さんは辞めないかと、山崎を俺から引き離してくれた。山崎は、どうして社長がこんなところに、と驚いている。棚橋さんは、ニュースを見て、どうせ君が徳川さんのところに押しかけてるんじゃないかと思ってね。ここではニッコリ玩具さんに迷惑がかかる。場所を変えて話そう、と提案した。そして、俺と山崎。そして棚橋さんは近くの喫茶店へ。席に着くや否や、すぐに棚橋さんは俺に対して、徳川さんがうちの会社を辞めるに至った経緯は、名古屋支社の企画開発部の者からすべて聞きましたと言った。そして棚橋さんは俺に頭を下げ、この度は不快な思いをさせてしまい誠に申し訳ありませんでした、と続ける。山崎はどうして棚橋さんが俺に頭を下げているのかさっぱりわからないようだ。奴は、社長、こんなじじいに謝ることなんて何もありませんよ、と言った。そんな山崎に棚橋さんは、おい、じじいとはなんだ、少しは口を慎め、と叱りつける。俺は顔を上げるよう、棚橋さんを促した。棚橋さんは山崎に対して、君はとんでもないことをしてくれたな。徳川さんを失ったことは、うちの会社にとってとんでもない損失だ。君はそのことをきちんと理解しているのか、と尋ねる。山崎は首をかしげて、はあ？どうしてこのじじいがいなくなったら、うちの会社がやばくなっちゃうんですか？と質問返しをした。棚橋さんは、はぁ、と大きくため息をつく。そして棚橋さんは、徳川さんは9割の取引先とつてがあったんだよ。彼は以前、亀島玩具で働いていた影響でとても顔が広いんだ。君、そんなことも知らなかったのか、と呆れ返った。山崎は、9割の取引先と、この猛禄じじいが、そんなバカな、と声を上げた。棚橋さんは、だから君が猛禄じじいなんて呼んでもいい相手じゃないんだよ、徳川さんは、と注意する。山崎は食い下がるように、でも、だからって、うちが開発したトイカメラをニッコリ玩具が横取りして、勝手に発売していい理由にはならないでしょ。おかしいじゃないですかと言った。棚橋さんは、徳川さんが企画したものに関しては、発売前の製品に限っては徳川さん自身に全ての権利がある。それは徳川さんがうちに入社した際に私が決めたことだ。だから今回の件は何も問題ないと答える。さらに棚橋さんは言葉を続けた。それよりも問題なのは、徳川さんがうちの会社を去ったことで、これまで彼のおかげで太いパイプを維持できていた取引先が一気に減ってしまうことだ。山崎君、君、
この責任を一体どう取るつもりだ。山崎は、そんなのどうとでもなりますよ。俺が何とかしますからご心配なく、と、とても当てにできないような根拠ゼロのセリフを言い放った。どうやらこの男は根っからの大バカ者らしい。自分がやってしまったことの重大さに気づこうともしないその態度はいかがなものだろうか。はっきり言って、この男は社会人として不適正である。こんな人間を社会にのさばらせていてもろくなことにはならない。棚橋さんは山崎にもっと具体的にどう責任を取るつもりなのか教えてくれと苦笑いを浮かべながら言った。しかし、そんな言葉も山崎にはまるでのれんに腕押しである。山崎はすべての元凶を俺だと決めつけて、こう言った。大体、このじじいが急に棚橋トイズを辞めたりしなけりゃこんなことにはならなかったんだ。おい、お前が責任を取れ。こいつは何一つわかっていない。今回の件に関しては山崎自身が元凶である。本当にどうしようもない男だ。名古屋支社の企画開発部のかつての仲間たちはまだこんな男の下で働かされているわけだ。俺はそのことを考えるとなんだか無性に心配になってきてしまった。どうせ山崎は自分の気に入らないことがあれば周りの人間に当たり散らしているのだろう。もしかしたら俺みたいに山崎が原因で転職した社員もいるかもしれない。いずれにしても棚橋トイズにとっては大きな痛手である。そう思った俺は老婆心から棚橋さんにこんな助言をした。よその会社の人間が口を挟むのはどうかと思うが、はっきり言って山崎さんは部長職には向いていないと思います。なるべく早めに他の人間を就任させた方がいい。そんな俺の言葉に山崎は激高し、はあ、なんでお前みたいなじじいにこの俺がそんなことを言われなくちゃならないわけ。意味わかんねえし、つうか部外者は黙ってろよ、と暴言を吐く。相変わらず口汚い男だ。こうして話しているだけでもどっと疲れてくる。棚橋さんは山崎に対し、辞めないかと一喝した後、俺にアドバイスありがとうございます。この男の処分については社内で話し合って決定したいと思います、と言った。山崎は、なんで俺が処分なんて受けなくちゃならないんですか。社長、こんなじじいの言いなりになることないですよ、と抗議する。棚橋さんはこほんと咳払いした後、実は君が社内で部下たちに対して高圧的な態度をとっているという報告も上がっているんだ。その件に関しても徹底的に捜査しなければならない、と告げた。そしてさらに、昨今、こういう問題を無視することは企業としてのイメージダウンにもつながる。わかるよね、と続ける。山崎は棚橋さんの言葉に納得できないらしい。山崎はしきりに意味わかんねえと繰り返すばかりだ。というか、この男は他人の言葉を理解するための重要なネジが抜けているのかもしれない。俺はそろそろ仕事に戻らねばならない時間になったので、棚橋さんに別れを告げる。すると棚橋さんは立ち上がって、本当に申し訳ありませんでした、と、もう一度俺に頭を下げてくれた。これが上に立つべき人間の姿である。決して人の上にいてはならない山崎とは大違いだ。ふと山崎を見ると、奴はコーヒーカップを手に持っている。そして次の瞬間、ありえない行動に出た。あろうことか、奴は俺めがけてコーヒーをぶっかけようとしたのである。
幸い俺はなんとか避けることができた。そんな山崎に対し、棚橋さんはとうとう堪忍袋の尾が切れたらしい。棚橋さんはいい加減にしないか、と山崎を怒鳴りつける。その声は店内に大きく響き渡った。山崎はただ罰が悪そうにうつむくばかり。これ以上ここにいては何をされるか分かったものではない。俺は足早に喫茶店を後にした。その後、高橋問えず上層部が話し合った結果、山崎には懲戒解雇という厳重な処分が下された。主に俺に対するぶしつけな所業と、他の部下たちに対する高圧的な態度がその処分の理由である。職を失った山崎は、再就職活動もせずに暇を持て余した結果、ギャンブルに傾倒していったらしい。山崎は有金をすべて競馬や競輪につぎ込んでいった。それは貯金が底をついても止まることを知らなかったようだ。山崎は借金を重ねた結果、次第に闇金にも手を出すように。返す当てのない負債を抱え込んだ山崎は、ある日借金取りに捕まった。とても口では言えないほどのひどい目に遭わされたようだ。すべては山崎自身が招いたことである。一方、俺はといえば、にっこり玩具で毎日楽しく働いている。実は、先日社内の全員が大騒ぎするほどの嬉しいことがあった。にっこり玩具がとうとう棚橋トイズを抜いて、業界ナンバーワンの売り上げを記録したのである。これは、にっこり玩具が創業して以来、初めてのことだ。この年になっても、企業の、そして誰かの役に立てているということはとても嬉しい。それは、俺にとっての生きがいそのものである。俺はこれからも年齢に負けず、全国の子供たちが喜ぶようなおもちゃをどんどん作っていきたい。最後までご視聴ありがとうございます。もしよければチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。